こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。2023年分最後のお得な話。学長が選ぶお得トレンドお金のニュースベスト8。こういうテーマで話をしていきたいと思います。2023年12月の重要なお金のニュース8本厳選しました。毎月恒例の人気の企画ですね。この動画では皆さんの年収アップ、貯蓄額アップ、投資、資産防衛、こういった話に関係のないニュースは一切紹介しません。 皆さんの資産形成に関係するものだけに厳選して解説しますこの動画は毎日忙しくって新聞を読んでる暇もないしネット記事を見てる時間もないしもしくは読んだんだけどよく意味がわからなかったよ学長を解説してほしいよそういう人のための時間節約動画です毎月1本このシリーズの動画を1年間見続ければ金融リテラシーが上がるネタを100本以上学べることになるなので他の人たちと差がつくのは当たり前ってわけですね コツコツ積み上げていけば、毎月確実にレベルアップできます。お金に不自由しない人生を送るために、ぜひ見ていってください。それでは、本題に入ります。お金のニュース、ベスト8、一つ目。生命保険料控除、子育て世帯に手厚く、控除額の上限引上げ検討。これですね。政府の行動シリーズ一つ目。子育て世帯を対象に、生命保険料控除が拡充されそうだよ、っていうニュースです。 生命保険料控除っていうのは払い込んだ生命保険料に応じて税金が安くなる仕組みのことですね。この仕組みの中で税金を安くする効果のある保険料には上限があります。要は保険料を払えば払うほどどこまでも税金が安くなるってことではないんですね。今回話題の拡充っていうのはこの保険料の上限について子育て世帯ではもうちょっと高くてもいいんじゃないっていう話です。 ざっと23歳未満の子供がいる人については保険料控除の適用の上限を4万円から6万円に引き上げようっていう感じです。子育て世帯に配慮した施策ですね。僕個人的には子育て世帯に向けた支援策そのものには大賛成です。少子化や人口の減少は社会全体にとってマイナスのインパクトがありますからね。でも今回の施策についてはこう言わせていただきます。そこちゃうやろって。業界とズブズブやないかいっていうね、これです。 こういうニュースが営業トーク等に使われて保険のかけすぎが増えるきっかけにならないか、もう僕は非常に心配です。過剰な保険料に押しつぶされかけている家計をたくさん見てきましたからね。よく言うんですけど、保険料控除、ビビたるもんです。保険料控除のために余計な保険に入って、10万円ドブに捨てて1万円返ってきて喜んでる。そんな感じの人が後を絶ちません。 まあ、そもそも今回の話は、実施時期は未定だし、他の保険料控除、介護医療保険料控除や個人年金保険料控除と合わせた合計での上限額は変わらずとか、個人住民税の取り扱いがどうなるのか未定っていった感じで、今すぐめっちゃ税金安くなるってことじゃないんですけどね。まあ、とにもかくにも、生命保険を利用するにあたって、皆さんに守ってほしいポイントは3つです。1つ目、必要な人だけが入る。 必要なのは自分が亡くなった時に経済的に困る人がいる場合だけです。例えば小さなお子様がいる家庭とかですね。一般に独身者や子供のいない共働き世帯では不要なことが多いです。というよりいりません。二つ目、掛け捨て保険を選ぶ。貯蓄型保険は保険会社に払う手数料が高すぎます。大体40%から80%持っていかれてしまいますからね。 100万円貯金しようと思って40万円から80万円手数料で持っていかれてしまう。そんなことないですよね。そんな馬鹿げた手数料を払う必要ありません。保険は掛け捨てだけで十分です。リベダイは設立当初から約5年、一貫して掛け捨て一択を叫び続けています。再度ここ伝えておきます。貯蓄型保険はいりません。掛け捨て一択です。そして3つ目、保証額は必要最低限にする。 必要な保証額というのは遺族年金や貯蓄等で賄いきれない生活費ですね。なんとなくの不安で過剰に保険をかける浪費は家計の大敵です。よくある声なんですけど、控除枠のいっぱいまで生命保険入らなきゃもったいないとか、節税になってお得じゃんとか、これらは全く本質的ではありません。余計な保険に加入したら、節税してお得になった金額以上に保険会社に無駄な手数料を払うことになるだけです。 お金があり余ってて、保険会社や保険営業マンの喜ぶ顔、笑顔が見たい人、そういう人は保険にジャブジャブ入ったらいいと思いますけど、それ以外の人は税制に振り回されることなく、本質で考えることをお勧めします。お金のニュース、ベスト8、2つ目、自己都合の失業給付、開始1ヶ月前倒し。政府の行動シリーズ2つ目、自己都合の退職をするハードルが下がるよーっていうニュースです。雇用保険には、失業給付っていう仕組みがあります。 これは仕事を失った人々が安定した生活を送りつつ、1日でも早く再就職するための支援制度です。いくらぐらいもらえるのか、数字のイメージを紹介しておきましょう。例えば、28歳会社員、月給28万円、勤続年数6年。こんな人が自己都合で退職すると、トータルで約53万円の給付が受けられます。ちなみにこの給付額は、年齢、給料、雇用保険の加入期間などで大きく変わります。 今回の例ぐらいの金額が出ると生活の支えとしては結構大きいですよね。で、今回のニュースの話です。失業給付は次のどちらに該当するかで支給スピードが断然変わります。一つ目が会社都合退職ですね。これはリストラであったりとか倒産に伴う解雇です。もう字の通り会社の都合で退職した場合は7日間程度で失業給付の支給が決まるんですね。 一方で、自己都合退職。自分の都合で退職した場合は、支給までに2ヶ月以上かかるんですね。要は、会社の都合でいきなり辞めさせられてしまった人は、急いで助けてあげないとね。でも、自分の都合で辞めた人を助けるのは、急がなくてもいいよねってことですね。ただ、これ見て皆さん思いませんか自己都合退職の場合の支給、ちょっと遅すぎひんみたいなね。事実、この遅さが円滑な転職の妨げになっていると言われています。 なぜアメリカの経済は強いのかその要因の大きな一つは人々が成長産業に転職するからです。じゃあなぜ日本の経済は停滞しているのかそれは人々が社用産業にしがみつくからです。今日本には転職しやすくして成長産業に人を流そうっていう機運があります。ということでその一環として自己都合退職の失業給付を1ヶ月前倒しにしようという話になっているわけですね。このチャンネルでは以前からこう言い続けています。 転職は日本のメガトレンドになる。短期的に年収をアップさせたいのであれば、転職は非常に有力な選択肢の一つ。今の仕事に不満がある人は、波に乗って稼げる産業、職業に移ろう。こう言ってるんですね。今回の話のように、今後もより転職しやすい仕組みができていくはずです。この流れは、ある意味で残酷な結果をもたらします。なぜなら、動いた人と動かなかった人の差が広がる世の中になるからです。とはいえ、お金の世界はいつもこうですね。 お金のアンテナを張って感度を高くして動いた人が豊かになる。そういう世界です。今回の件、一見小さなニュースに見えますが、学びは多いですね。お金のニュース、ベスト8、3つ目、高齢者の社会保障負担、金融資産を神検討、政府改革案。政府の行動シリーズ3つ目、お金をたくさん持っている高齢者、保険料の負担が上がるかもよっていうニュースです。政府が社会保障改革に取り組んでいます。 日本では超少子高齢化が続いており、放っておくと制度が崩壊しかねないからですね。そんな中、改革案の一つにこんな内容のものが出てきました。今は収入をベースに保険料や自己負担額が決まってるけど、今後は資産額も加味しよう。どういうことかパッとイメージできますかね。例えば医療保険。現役世代の人の自己負担は3割なんですね。例えばトータル1万円の医療費がかかっても窓口で支払うお金は3000円ってことですね。 一方、後期高齢者の自己負担は1割です。なので、75歳以上の人は、例えばトータル1万円の医療費がかかっても、窓口で支払うお金は1000円なんですね。でも、現役並みの収入がある高齢者については、自己負担が3割になります。この時、自己負担額、1割か3割かの判断基準になっているのは、収入の部分なんですね。でも、世の中には、こういう高齢者もいるわけです。年金は月額15万円。 つまり年収180万円なんだけど、資産は1億円あるよ。こういう人にもっと自己負担額を増やしてもらってもいいんじゃない政府はこう考え始めたっていう感じですね。今回の話は、要は増税です。税ではなく社会保険の話なんですけど、まあ実態としては税金みたいなもんです。増税の話なので、基本的には国民から反発が起きます。増税されて嬉しい人ってあんまりいませんからね。なので今回の話を聞いて、 少ない収入から一生懸命貯蓄して、老後に備えた人からまでお金を取るのかとか、ニーサだなんだと資産形成させて、育てた資産から金を取る気なのかこう感じる人は決して少なくないでしょう。今回の話は、ただの案にすぎません。まだ決定ではないんですね。ちなみにニーサ等の制度で作った資産は対象外にすべきだっていう意見もちゃんとあります。ただ、皆さんに理解してほしいのは、これがメガトレンドだってことなんですよ。 大きな自流なんです。逃れられないんですよ。今回の話が最終的にどう転ぶかはさておき、将来的な増税、社会保険関係の負担増は遅かれ早かれやってくる話です。人生には3つの逃げられないものがありますね。RPG のラスボス、月曜日、そして増税ですね。どうせ逃げられないんです。なので、立ち向かう覚悟、戦い抜く準備をする方がよっぽど建設的です。皆さん、ご安心ください。 皆さんには私がついております。急にそんな言い方したら怪しいやんみたいなね。まあでも本当にビビる必要は全くありません。合法的に節税する手段はいつの時代もあります。知っている人と知らない人の2種類の人がいるだけです。納税と資産形成は両立します。国や社会に貢献しながら個人としても豊かになる。これは可能です。そしてそのための方法はこのチャンネルで発信し続けます。 ちなみに僕が運営するリベシティでノウハウ図書館っていう新サービスがリリースされました。日本最大の会員数を誇るお金のコミュニティであるリベシティの住人たちがお金に関するノウハウ記事をこの図書館に寄贈してくれています。リリース数日で1000件を超えるノウハウが寄贈。とんでもない数ですね。そしてこれらは全て無料で読めます。ノウハウ図書館のおかげでリベ大の守備範囲は大きく広がりました。 僕が拾いきれなかった小さなノウハウまで網羅されるようになったからですね。弁護士や税理士、FP といったプロの方もどんどんノウハウを寄贈してくれてますからね。皆さんが戦い抜くためにぜひこれらのノウハウも有効活用してください。そして皆さん大切なことなので二度言います。税や社会保険の負担増は避けられないっていう意識を持つ。立ち向かう覚悟、戦い抜く準備をする。そして社会と個人がウィンウィンになれるように学んで行動する。 このスタンスで一緒に頑張っていきましょう。お金のニュース、ベスト8、4つ目。ダラライゼーション、ハイパーインフレの脅威、アルゼンチンは自国通貨を放棄するのか。これですね。日本政府の行動シリーズに続いて、アルゼンチン政府のお話です。アルゼンチンがドル化するかもっていうニュースです。アルゼンチンでは11月に大統領選挙が行われました。当選したのは過激な市長からアルゼンチンのトランプと呼ばれるミレイ氏です。 クソったれーを連呼しながら中央銀行は地球上に存在する最悪のゴミなどと発言していますね。かなり尖った人物です。そしてこの人の公約がアルゼンチンペソの廃止。自国通貨を廃止して米ドルに切り替えようっていうプランですね。こんな過激な改革プランが出てきた背景はシンプル。現状が厳しすぎるからです。アルゼンチンでは現在経済がズタボロなんですね。年間インフレ率はなんと140%超。 この状況でまともに生活していくのはかなりのハードルです。だって、インフレ率140%と言ったら、えー、この家の家賃、去年は10万円だったけど、今年は24万円です。みたいな話ですからね。実際、多くの家計が苦境に陥っていて、国民の貧困率は40%を超える状況にあります。この状況では、現状の延長線上に希望が持てないのは当然ですね。さて、ではアルゼンチンはどうして厳しすぎる現状に陥ったのか 原因の一つと指摘されているのが、ばらまき政策です。燃料価格据え置きのための補助金、全国の高校の生徒や教師へのパソコン配布、年金給付の引き上げ、っていった感じですね。何十年にもわたる人気取り政策は、財源確保のための紙幣増発、国家財政破綻、インフレ加速、といったお決まりの道へと続いていたわけです。さて、ここで皆さんに質問です。日本は大丈夫だと思いますかどうでしょう MMT、MM、現代貨幣理論等を根拠に、増税や社会保険料の値上げなんてするなもっとお金を吸ってばらまげ自国通貨立てたから大丈夫だなんて意見も見られますよね。この是非はさておき、一つ皆さんの家計にもつながる話をします。借金には2種類あります。いい借金と悪い借金です。いい借金というのは、純資産を増やせる可能性のあるお金です。極論、銀行から100万円借りて、不動産を100万円で買う。 そしてこの不動産はたまたま安く買えて実質価値は150万円だとします。そうするとこの時純資産は50万円増えますよね。借金は100万円したけれども150万円の価値のあるものを買えたんだから純資産は50万円プラスになってます。もしこの不動産を売って借金を返すと手元に50万円残りますよね。こういう純資産を増やせる借金、増やせる可能性のある借金がいい借金ですね。 一方で悪い借金は純資産が増えません例えば銀行から100万円借りてキャバクラで100万円使って終わりみたいなやつですね手元には借金が残るだけ資産は何も残りません思い出は残るかもしれませんけどねそういう人も嫌いではないんですけど生活は苦しくなってしまうのでやめましょうそして歴史的に見て悪い借金をする人はみんな消えていきました政府であろうと企業であろうと個人であろうとです なので本来いい借金ができる人しか借金をしてはいけないんですね。悪い借金っていうのは1000円渡したらその日のうちに使い切ってしまう子供に借金をしてお小遣いを渡すようなものです。そんなことをする家計はお金の世界では信用されませんよね。子供がお菓子を買うのに勝手に友達から借金してお菓子買ってたら親だったらどうでしょう。親戚の子供がやってたらどうでしょう。 あんたなんてことしてんの早う解析って言いますよね。まあ、そんな言い方するかどうかわかりませんけど。なので、これ大人でも一緒です。その借金を使ってお金を増やせる人しか借金をしてはいけないんですよ。金利が高いとか低いのが本質ではないんです。もちろん、金利が高い借金は余計してはいけないんですけど、金利がいくら低くても増やせる人しか借金をしてはいけないんですよ。悪い借金は信用の失墜を招きます。誰も信用してくれなくなるってことですね。 アルゼンチンは悪い借金を積み重ねています。アルゼンチンペソが消滅の危機にあるのは、つまりはそういうことです。日本としても、皆さん個人としても、他人事ではないですね。なので、借金の話をするときは、その借金が純資産の増加につながるかどうか、どんなときも、絶対、必ず、ここにフォーカスしましょう。この軸さえぶらさなければ、そんなにひどい未来は来ないはずです。 お金のニュース、ベスト8、5つ目。ディズニーシー新エリア、優先チケット販売へ。新設ホテル、宿泊者のみで2万円超。これですね。夢と魔法の国でも、ますます経済格差が広がっていくよーっていうニュースです。2024年6月6日、東京ディズニーシーで新エリアがオープンします。その名も、ファンタジースプリングス。総開発面積は14万平米。アナと雪の女王や、塔の上のラプンツェルなどの世界を再現したエリアです。 エリア内にはファンタジースプリングスホテルも新設されます。これめちゃくちゃ人気出そうですよね。ディズニーの新アトラクションは5時間とか10時間待つこともあります。でも混雑が嫌な方ご安心ください。このエリアに制限なく入場してアトラクションに優先的に乗る方法があります。それは優先チケットを買うことですね。そしてそのチケットを買えるのはファンタジースプリングスホテルなどの宿泊者のみ。価格は変動性です。 大人は22,900円から25,900円。中高生は21,600円から2 4四0 0円。幼児、小学生は19,700円から2 6六0 0円です。優先チケット代にホテル代、グッズ代や飲食代、家族3、4人で行ったら20万円くらいは余裕でかかりそうですね。皆さん、いいとか悪いとかじゃなくって、これが現実です。ぜひ知っておいてください。勢いのある国というのは、中間層がみんな揃って豊かになっていきます。 一方で勢いを失っている国は中間層が上と下に分かれていくつまり経済格差が広がりますそして日本がどちらに入る国なのかは今更言うまでもないでしょうディズニーでさえみんなが平等に楽しめる場所ではなくなってきているようですねこういったニュースは今の日本のトレンドを表す一つの事例にすぎません似たような話はそこら中に転がっていますこんな時代の中で自分自身はどうしたいのか 自由に生きたい。つまり、いろいろな選択肢を持って生きていきたい人は、ますますお金に対して、真剣に向き合っていく必要がありそうです。お金のニュース、ベスト8、6つ目。おまかせ運用のロボアド、過去5年の運用成績を比較。これですね。日本のロボアド、ウェルスナビが圧勝だよっていうニュースです。ロボアドっていうのは、ロボアドバイザーのことです。どういうサービスかっていうと、個人投資家、つまり皆さんですね。 皆さんがネット上でいくつかの質問に回答すると、このロボアドバイザーが最適な資産配分を提案してくれるっていうお任せ資産運用サービスです。リベダー YouTube に来る何々ってどうですかシリーズ。このロボアドどうですかこの AI 運用どうですか未だによく見かける質問ですね。というわけで最新事情について紹介します。こちらのグラフをご覧ください。これですね。こちらは2023年6月末時点のロボアド大手5社の預かり資産額です。 順位は1位がウェルスナビ8893億円2位がお金のデザイン1911億円3位が楽天証券1173億円4位がホリオ670億円5位がマネックスアセットマネジメント582億円っていう感じですねロボアドサービスにおいては大手資本の楽天証券やマネックスアセットマネジメントを抑えてウェルスナビがダントツでトップ2023年11月には預かり資産は9500億円を突破したようです ではなぜこんなにも差がついているのかそれは消費者、投資家がバカじゃないからです。こちらの図をご覧ください。これですね。こちらはロボアド使用後者のリスクリターンを分析した図です。縦軸がリターン、横軸がリスクです。で、これを聞いたら、うわ、なんか難しそうって思いますよね。大丈夫です。超簡単に説明するので、この後の結論だけ押さえてください。リスク11%前後のところ、破線で囲ったところを見てみます。 一番上にあるのはウェルスナビです。その他のロボアドはウェルスナビの下にあります。これはこういうことです。リスクの大きさは同じなのに、リターンはウェルスナビが一番高い。ここが結論です。例えば、同じ10円減るかもしれないっていうリスクを取るんだったら、15円儲かる可能性がある投資商品と、20円儲かる可能性がある投資商品。どちらが好まれるかは言うまでもないですよね。 ウェルスナビはリスクリターンの効率が他社のロボアドよりも優れているってわけですね。ちなみに2018年から積み立て投資を開始したら2023年にはどうなっていたかこれを比較しているグラフがこちらです。基本的にウェルスナビがトップを走っています。ただ皆さん僕に言わせればウェルスナビの成績がいいのは当たり前です。 なぜならウェルスナビというサービスはヴァンガードやブラックロックといった世界最大の資産運用会社が運用する超有料 ETF にしか投資していないからです。普段皆さんに進めているような有料なお弁当パックしか買っていないと思ってください。例えば VTI 全米株だったり IVVS&P500、VA 米国以外の先進国株、他にも VWO 新興国株や AGG 米国債 IAU ゴールド、 IYR、不動産、など。このチャンネルを見ている人なら、あー、それねってすぐわかるようなファンドばっかりですよね。このチャンネルでもありって評価しているファンドたちです。そういう意味で、今後ウェルスナビがずっこけるイメージはあまり持てないですね。じゃあ学長、このウェルスナビやったらいいのって思われると思うんですけど、最後にロボアドに関する結論です。リベダイはこういうスタンスです。資産運用というのは、ちゃんと勉強して自分の頭で考えてやるもの。 超低コストの E マキシスリムシリーズの全世界株、米国株などを中心に長期国際分散投資をするのが基本戦略。ロボアドを使わずに自分で資産配分を考えてポートフォリオを組むべき。つまりロボアドはいらん子です。はい。フェルスナみの会社の方すいません。自分で有料なお弁当パック買えますからね。わざわざこの有料なお弁当パックを代行して買ってもらうみたいなね。そのために手数料払わなくていいです。とはいえです。 世の中には勉強したり、資産配分を考えたり、投資を実行したりっていう時間が持てない人、そういうことが苦手な人もいるでしょう。そういう人に限ってはウェルスナビならなくはないかなっていう感じです。このあたりは以前ウェルスナビを紹介した動画で言っていた通りですね。ウェルスナビ最大の弱点は手数料の高さなんですね。ETF 自体の保有コストに加えて毎年預かり資産の1%、現金部分を除く年率税込み1.1%、 3000万円を超える部分は0.5%。現金部分を除く年率税込み0.55%。これらの手数料がかかるんですね。僕はこのコストを払わずに自分でやった方がいいと考えています。ウェルスナビの投資対象になっている ETF、つまりお弁当パックを自分で買えば、預かり資産に対する0.5%から1%の手数料は支払わなくてよくなる。でも、これらの手数料を払ってでも、とにかく全部お任せで楽したい。 そう考える人たちがいて9500億円集めたってことですからニーズはあるんでしょうなので気になるっていう人はこの動画の概要欄にリンク貼っておきますのでチェックしてみてくださいちなみにウェルスナビは来年から始まる新 NISA にも対応するようです新 NISA 口座に自動積み立てだけで入金すると手数料を年率0.7%前後まで下げうるとのことですまた長期割を最大限活用することで手数料は年率0.6%前後にもなるようです 税金や手数料、できる限り下げられるように努力はしているみたいですね。最近は各種ファンドの値下げ競争が激しくなっています。有料ファンドに年率0.05%のコストで投資できます。さらには為替手数料の無料化なんてのも話題になっていました。ウェルスナビはこの状況下でどうやって投資コストを削減していくのか。ロボアド業界、今後も定期的にチェックを続けていきたいと思います。 お金のニュース、ベスト8、7つ目、新ニーサ積み立て予約、月2000億円規模に、ネット証券5社、これですね。新ニーサの積み立て設定、事前予約が2000億円規模になってるよーっていうニュースです。2024年1月、いよいよ新ニーサがスタートしますね。ネット証券大手5社、SBI 証券や楽天証券などを対象にした調査によれば、スタートダッシュを決めるべく、事前予約された投資信託の積み立ては、なんと月2300億円。 新 NISA ブーム来てますね。僕の考えでも、この新 NISA は資産運用のための紙制度です。まだ資産運用を始めていない人も乗るしかないこのビッグウェーブにそういうタイミングだと思います。ただ、もちろん注意すべき点もあります。個人投資家としての第一歩を踏み出すのには大賛成なんですけど、皆さん決してカモとしての第一歩を踏み出さないようにくれぐれも気をつけてください。 各種金融機関が新ニーサに絡めた様々なキャンペーンを展開して新ニーサスタートとタイミングを合わせて様々な新ファンドを設定して顧客獲得に一生懸命になっていますね。これらの中には実際にお得でしっかりしたサービスもある一方で新ニーサのスタートをぼったくりの大チャンスと思ってるやろうってものも混じっているんですね。新ニーサをチャンスと見ているのは個人投資家の皆さんだけではないわけです。 ブームに乗るのは悪くないけど、正しく乗るのが大前提。そういうことですね。ちなみに、ネット証券大手5社での購入予約金額ランキングはこんな感じです。こちらですね。1位が EmaxisSlim 全世界株式、いわゆるオルカンですね。2位が EmaxisSlim 米国株式。3位が SBIVS&P500 インデックスファンド。なかなかこれらは悪くない顔ぶれですね。有料な投資商品です。ちなみに僕がおすすめしている証券会社は、楽天証券か SBI 証券です。 皆さんが小金持ち山に登るのにあたってこの2つの証券会社どちらか1つでも持っていたら十分ですネット証券以外の証券会社は皆さんが小金持ち山に登るのにあたってはいらん子ですなのでネット証券を使ってください2300億円の購入予約のうち約1500億円がこの3つのファンドネット証券大手5社で新 n i を始めようとしている人たちは悪くない第一歩を踏み出そうとしているように見えますねもちろんこういった有料商品でも荒波には揉まれます 新妊娠スタート直後に暴落が来る可能性だってあるし、5年後に評価額がマイナスになっている可能性だって否定はできません。でも、10年後、15年後はどうでしょうかインデックスファンドというのは人類の発展に欠ける投資です。僕は人類の成長を信じています。笑顔で未来を迎えられるように一緒に乗り切っていきましょう。一人で波の荒い海を渡るのが怖い人は、ぜひリベシティへお越しください。私が皆さんのファイナンシャルアドバイザーとして一緒に乗り越えていきます。 お金のニュース、ベスト8、8つ目。新ニーサ制度における成長投資枠対象ファンドについて、これですね。新ニーサの成長投資枠で投資できるファンドが増えたよーっていうニュースです。今回、新ニーサ対象に追加されたファンドはこんな感じです。こちら。この6つの中で僕が個人的に注目しているのは、三井住友トラストアセットマネジメント、インド株式インデックスオープンです。その名の通り、インド株式に投資するファンドです。PWC というコンサルファームがこんなレポートを出しています。 2050年の世界。このレポートでは2050年の GDP ランキングはこうなっています。1位が中国、2位がインド、3位がアメリカ、4位がインドネシア、5位がブラジル、6位がロシア、7位がメキシコ、8位が日本。こんな感じですね。単位は10億ドルです。インドはアメリカを抜いて2位になっているっていう予測です。約30年後の世界、今とはだいぶ変わっていそうですね。 インド、インドネシア、ブラジル、メキシコといった日本にいると少しマイナーに感じられる国が日本を超える経済大国になっているかもしれません。通常、新興国への投資にはたくさんのデメリットがあります。例えば投資コストが高い、流動性が低い、つまり好きな時に好きなように売買しにくいんですね。他にも信用リスクが高い、通貨リスクが高い、みたいな感じです。高いリターンが狙えるのはリスクも高いからなんですね。 さて、今回紹介した三井住友トラストアセットマネジメントインド株式インデックスオープンは投資コスト面で従来と異なる強みがあるファンドになっています。要はお安いんですね。だいたいこの手のやつって信託報酬高いんですけど、信託報酬は年率0.308%以内。新興国株に投資するファンドは1%台のものも珍しくないのでかなり低めです。これだけ低くなるとだいぶ投資しやすくなりますね。 新忍者が始まることもあって、こういう検討に値するファンドが増えてきているように思います。それ以上に罠ファンドも増えてるんで注意はしてほしいですけどね。なので、いろいろと気になってしまっている人も多いんじゃないでしょうか。僕のライブでもよく来る質問ですね。学長インドはどうですかみたいなやつですね。ですが、僕の考え方はシンプルです。基本的にはオルカン、全世界株ですね。この全世界株と現金のポートフォリオで OK。よそ見は不要です。 まあ、S&P500 と現金のポートフォリオでもいいですけどね。迷ったらオルカン、全世界株の方にしておいてください。もうシンプルプランで大丈夫です。もうこのオルカン、オールカントリー、全世界株にさえ投資しておけば、地球の有名企業を大体まるっと買える。そんな感じですね。確かに、現状、オルカンに占めるインド株の割合は2%弱しかありません。ですが、世界経済におけるインドの影響力が高まれば、ここも変わっていきます。 この世界経済の変化に合わせてポートフォリオを自動調整してくれるのがオルカンです。私たちが何もしなくてもインド株が伸びれば自動的にインド株の割合も高まる。そういう仕組みです。もしかしたらインド株がオルカンの30%を占める。そんな日も来るかもしれないですね。いろいろなファンドが出てくるとつい目移りしますよね。でも大丈夫です。オルカンは多かれ少なかれ皆さんが気になるところをカバーしてくれています。全世界にまるっと投資するっていうのはそういうことです。 なので私たちは、オルカンを買い増すための種銭を稼ぐことに注力しましょう。まとめいきましょう。最後に、今日の動画で紹介したニュース、記事の一覧です。生命保険料控除、子育て世帯に手厚く、控除額の上限引上げ検討、自己都合の失業給付、開始1ヶ月前倒し、高齢者の社会保障負担、金融資産を紙検討、政府改革案、ダラライゼーション、ハイパーインフレの脅威、アルゼンチンは自国通貨を放棄するのか、 ディズニーシー新エリア優先チケット販売へ、新設ホテル宿泊者のみで2万円超、おまかせ運用のロボワード過去5年の運用成績を比較、新 NISA 積立予約月2000億円規模にネット証券5社、新 NISA 制度における成長投資枠対象ファンドについて、このやつですね。というわけで、2023年12月のお金のニュースを8つ解説しました。2023年のお金のニュース、全部見てくれた人はこれで100本です。お疲れ様でした。 リベダイノック100本。この玉を取りに行っている人は今年もまた間違いなくお金に強くなっていきます。自分が当たり前だって感じているお金の話が友人に話してみたら何そのマニアックな話、なんでそんなに知ってるのっていう感じで変わってきているんじゃないかなと思います。お金の勉強はやればやるほど皆さんの人生良くなっていきますから2024年も続けていきましょうね。以上参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。 今日が人生で一番若い日です。いつものように一郎の名言を紹介して終わりにします。小さなことを積み重ねることがとんでもないところへ行くただ一つの道。こうやって少しずつお金について学んで皆さんの年収、資産が年収400万円から450万円にアップとか年間貯金額が40万円から60万円にアップっていった感じで増えていってくれたら嬉しいなと思います。これからも毎月お金のニュースノック続けていきましょう。僕も今年も皆さんと一緒に伴走していきます。 ということで、これからもしっかり学んで行動してェ由の道を歩んでいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございました皆さん今年もよろしくお願いします一緒に頑張ろうそれでは今日もいい一日を